する。もうすぐ来そうな感じ。さっきまで出なかったものが出てきた。ただいま帰ってきました。コメントは見えるけど、あ、来た、見えた、ありがとう、見えました。ありがとうございます。まずはあれですね、エッサー聞いてくださいましたかね。ありがとうございます。2週連続嬉しい。今回はゆうなと花江と3人で、二十歳の2人に挟まれて、挟まれながら司会を頑張りました。リーダーか。またね、今年もたくさん出られるといいな、この調子で。そう、3期同士だからね。そうなの、確かにやりやすい。前説が始まった。今前説中。ちょっといきなり話すの、なんかゆうはも今もなんかわからないから。とっても落ち着いた雰囲気だった。そうね、まあ大人だしね、2人も。早く4期生、あ、4期生ともしたいね、ラジオ。いつかできたらいいなって思うけど、その時はまたその時で不安そうしきれるのかどうかね。今日本当にコメント早い、すごいですね。果たして優柔不断なのに振り袖が選べるのか。確かにそれはゆうはも思ってるし、なんか多分もう本当はね、振り袖って選ばないとダメらしいんだけど、なくなるよって言われるけどさ、いけるかわからないじゃん。だからまだ何も考えてない。レンタル、わかんない、もう何にも決めてないから。ママの親戚のママのいとこかなの振り袖とかを借りる可能性もあるし、もう全然何にもわかんないですね。まあ振り袖は要相談で決めたいと思います。来年、あと1年後だね。1年後楽しみにしててください。1年間考えてて。うん、何色がいいか。
血色がなさすぎるからリップを塗りたいんですけど、ちょっと待ってね。お風呂入ったから今日はもうどすっぴんなの。だからあんまり塗りたくないんだけど、さすがに。さすがにちょっとなんか気分が乗らない唇の色なので、色を付けさせてください最近のりはこれだけど、待って、うん、いい、これで満足です大差ないけどこれで満足。よし、じゃあ本題いきますかね。さてと、皆さん今日の朝はびっくりしましたか？なんとなんとこの度初水着グラビアに挑戦させていただきました。コメント早すぎて、こんなに早いことない。なんとびっくりでしたでしょ。そうですよね。おめでとう、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ありがとう。そうなの、匂わせも何もしなかったからさ、本当にみんな、しかもさ、その日刊スポーツさんが記事にしてくださったから、朝じゃん日刊スポーツさんの記事が出るのって。朝だからさ、きっとみんな意識朦朧としながら起きて X 開いてはっってやったんじゃない。そうでしょ、そうなったんじゃないかなって思ってました。皆さんからいただいたあの X のリプとかを見ながら、きっとそうなってたんだなって思って。もっちゃんもね、そう、もっちゃんもそれで今日目覚まし時計以上に目覚まし時計してくれたって、びっくりって言ってた。そうそう、全国版ね、本当にありがたいですよね。びっくりして、いや、あの日刊スポーツさんに掲載していただくことは聞いていたんだけど、全然勝手に新潟版に掲載していただけるんだと思っていたら、全国の皆さんが見れるもので嬉しかった。昨日の配信で一言も言わなかったの、すごい。
え、俺だってさ、どうあんまり匂わせもしないようにてか、メンバーにも本当に言わないかったから、スタッフさんしか知らなかったと。うん、本当に誰も知らなかった。なんかあの薄々感づかれてたメンバーはいたんだけど、言ってはないね。ね、よく黙ってたよね。頑張って黙ってました。まあいつ撮ったかとかはもうあのまた発売されたらお話ししましょう。まだね、今日はこの挑戦しましたっていうことしか解禁されていないので、そうなの、だからあんまりラーメン食べてなかった。そうなんです、本当に本当に、なんかもう申し訳ない気持ちでいっぱいだけど、頑張らなきゃっていう気持ちでいっぱいで、そうなの。おそば、あのおじやメンフェスはそばの割合が大きくなってしまいました。そんな裏事情もあったり、だからそう、みんなにはさ、めちゃめちゃラーメン食べに行ってねって言ってたのに、ごめんねって心の中で思いながら。うん、あ、みんな代わりに食べてくれてありがとう、ありがとうございます。なんか緊張してるのかな、口数が少ない。グラビア新規で X フォローしました、ありがとうございます。 NGT48 の北村優派です。ぜひショールームもフォローしていってくださったら嬉しいです、よろしくお願いします。ねえ、なんかさ、猫かぶってる今日。だってめっちゃピシッと今正座してていつもと同じだけど、なんかね違う、背中に板入ってる今、すっごいかしこまってる感じがする。ううん、キノコに星座じゃない、マットを買いました。マットっていうかラグ。いやー、そうだよね。なんかさ、テロップないの寂しいからテロップつけとこう。何がいいかな。そうなんだよね、まだ発売前だからね、あんまり多くは語れないから。ああ、そうしようかな。
来週の週刊プレイボーイさんに。グラビア見るの好きだから撮られるのも抵抗なかった。あのですね、なんか取材の中で抵抗なかったって言ってみたものの、いざその抵抗がなかったっていう言葉が見出しになると、すごいこと言ってるなこの人って思って自分のこと。そう、でもなんて言うんだろうな、抵抗ないはさ、またなんて言うんだ、思う人によって多分思い方が違うと思うけど、なんて言うんですか、ユーハは別になんだろう、結構見慣れてたものだからグラビアって、だからなんだろうな、身近にグラビアがあったからだから、なんかあんまりなんかこの硬い鉄の壁みたいなものをぶち破るみたいなのはなかった。ちょっと意味わかんないんだけど、そう、でもね、うん、嬉しい方が勝って、余裕でめっちゃ嬉しかったです。身近な存在、そう、身近だったね、割と。そこにグラビアがあるからさ、そういうことですね。リリカの反応を楽しみ。確かにリリカを見たのかな。田辺先生がいらっしゃるんですか。こんばんは、北村優派です。ななみさんと同じ話。そう、ななみさんもね、朝一でめっちゃ誰よりも早く反応してくださってて、嬉しい、見に来てくださってありがとうございます。わ、やった、ユーハしか勝たん、いただきましたよ。
嬉しい。なんか何を話していいか分かんないな。どこでも見える声。まあでもね、嬉しいですね。そう、あ、トレンド入りおめでとう、ありがとうございます。そう、トレンドにもね入っててくださって、入っててくださって、入っていて、そう、嬉しかった。この調子で、あの発売の時もみんなたくさんツイートとかしてくださると嬉しいなと思います。うん、なんか話す内容、話せることがあんまりないな、やっぱり。あと1週間心待ちにしていてください。待っててください。22日、とりあえず嬉しそうでよかった。え、めっちゃ嬉しいです。ゆは、そう、みんながどう思、そう、みんながどう思うんだろうなっていう、ちょっとなんていうの、心配要素もあったけど、あったから今日の朝を迎えるのが心配だった。だから昨日ゆは寝る、あの配信切る前に、みんな明日早起きし頑張ろうねって言ったんですね。それがか、ほんそれだけ、唯一の匂わせはそれだけかな。昨日めっちゃテンション高かった。それはね、多分何も関係ない、ただテンション高かっただけなの。昨日って何してたんだっけ？公園か。そんな匂わせ上級すぎる。もう匂わせ上級どころかも。秘密。もうね、誰もわかんない。暗号ぐらいわかんない。これから早起きしようねって言ったらグラビア、そんなこともないよ。普通に早起き頑張ろうねって毎日言うかもしれないから。これで今後ゆうはの早起きしようねがフラグになってしまう。え、言えないね。そしたら早起き頑張ろうねって。早起きが匂わせに ならないようにしよう。いやでも本当に多分初めてだったから、全然初めてだったし、何にもなんか音沙汰もないなさそうじゃん。グラビアをしてそうな感じもしなかっただろうから、本当にびっくりさせたと思う。
思いもよらなかったよね。スイスイともっちゃん以外のメンバーには会ってない。スイスイともっちゃんには今日会ったんだけど、油断してた。そう、スタッフさんとね、みえみえさんのグラビアが解禁されたから多分そっちに気を取られてるからびっくりすると思うよって。ビッグワンガールズでもびっくりした。いやそう、本当にありがたいですね。たくさん載せていただいて。スマスタのメンフェスロケで食べてなかったの不思議に思ってた。それはね、それはまた別で、なんかそれはユーハがあのおじや何応援団長リポーターとしての出演だったから、そう食べてないですね、あの時は。グラビアね、たくさんの人に見ていただけたらいいなって本当に本当に思ってます。でもまだ発売されてないのがあと1週間か、待てるかな。友人にも購入勧めておくね。ありがとう。ぜひ皆さんもあのお知り合いの方にあの広めてください。配ってくださいぜひ配ってください。北村家の反応は、北村家の反応はね普通だよ特になんかすごいすごいね。パパも全然平常。家族には伝えてました、もちろん。ゆはちゃんは一人っ子じゃなくて弟と妹がいます。家族に相談するもの、ユーハはすぐ何でもかんでも家族に言っちゃうから全部言っちゃう。だから言いました。弟一人と妹一人。妹順番的にはユーハ、妹、弟。弟には言ってないね。なんか弟には言う必要はないかなと思って。でも知ってんじゃない、多分知ってる。
うん、弟は小学校6年生です。杉本家はいち早くママさんが気づいてもっちゃんに報告したそう。そうなの、なんか今日話を聞いたんだけど、もっちゃんのお母さんがなんて言ったんだっけな、もう朝一、もっちゃんがまだ起きて間もない頃にゆあちゃんみたいな、本当にその一言だけ放って画面を見せられて、で目がぼやけたまま見て、ああ何のことやらって思ってパッて見たらえってなったって言ってた。あそう出たよって、そうそうそう、もっちゃんね面白い。そう夏希もお母さんから連絡来てって言ってた。ひのさんも起きたらゆはのグラビアが流れてきてびっくり。そうだよね、みんなびっくりするよね。そうね、みんな寝起きなのおもろい。そうだよね、朝早いもんみんな。逆にメンバーで知ってる人はそのうすうす気づいてる人は気づいてたのかなって。あスモンはよ喜んでくれましたよ、あの連絡くれました、いやかわいいって言ってくれてありがとうって。そうみはるさんもね、みはるさんもななみさんもれなさんも、あとラーメン部、ラーメン部のアカウントがこういう写真を投稿してくださってました。うすうすってどこで気づく？なんかね、多分ねお弁当を控えてたりとかそういうのだかな。マリナさんがチャットで絶句してた？どう？絶句？どうしよう。あ、そうだね。アースアース配信の時も、そうだ、そんな時もか。絶句でいいでした。ありがとうございます。無言でいいね、そうか、嬉しい。勝手なイメージで3期生まだないって思ってた。そう、そう言っている方がたくさんいて、まあそうなんだろうなって、そうだよなって思ったいいかも。早いと思われるかなって思いながらいました。
そう、先陣切らしていただきました。3期生の美穂はでも自分が一番最初にやるとは思ってなかった、正直ね。いっぱい雑誌出たからあるなって、うん、感づいてた。ああそうだね、まずはアイドル誌と思ってたけどシュープレとびっくりした。確かに確かにそうかもしれない。なんか最近先輩方結構アイドル誌なんて言ったらいいかな、それこそビッグワンガールズさんとかボムさんとかでのグラビアが多かったから、そうだね確かに。スイスイは何ヶ月か前にショールームで先陣切るのはユハだろって言ってた。本当すごい感が当たってますね。そうだね、水着になると思わなかった。まずは確かに実はまだドッキリじゃないかと思ってます。いや、ユーハも思ってる。まだびっくりしてる。まだびっくりしてる。まだあんまなんか状況を読み込めてないままいっぱいツイートとかしてる。ポスト。ツイートじゃないんだ。そうね、そうそう。リカさんも同じ号に。いらっしゃるみたいで、来週になったら乗ってないというオチはない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 と言いたい。そうだね、 SNS 始めたから拡散力が上がった。そう、 SNS やってなかったら結構拡散できなかったけど SNS を始めたからね、たくさんポストできました。でもなんかもうさ、やらなきゃいけないポストが渋滞しすぎてすごいうるさくなっちゃったかもしれなくてごめんね。今日だけは許してください。シープレ発売されたらフォロワーさん増える、きっと増えますように。でも今日だけで今100人ぐらい増えた、だからすごいなって思いました。
そう。そうなの、まだ発売してないんだけどね。発売した気になっちゃう自分が。グラビアを機にイハちゃんが気になって公演とか来てくれるといいね。うん、それがユーハの一番の狙いかな。もうね、そう、グラビアでも何でもいいんだけど、何かをきっかけに、ユーハをきっかけに NGT に興味を持ってくれたら嬉しいなっていう。うんうん、そう、配信見に来てくださるだけでもめっちゃ嬉しいです。オフショットは、そう、オフショットはいっぱい、もう全部合わせたら1000枚くらいあるから、解禁されたら送るねすごいよね、1000枚くらいあるの怖いよね。いっぱい撮ってくださったんです、スタッフさんが。あの、でも1000枚、それはさ、本当に全てを、全てね、全てで1000枚、あの、何が違うかわからない写真とかも含めて1000枚だから。メール取っててよかった。まだまだ遅くないですよ、メールもチャットもね、送るので、ぜひ NGT48 メールとチャットもまだ登録してないよっていう方がいらっしゃったら、今すぐに、今すぐに、今すぐにか、22日行こうとか、ま、今がいいかな。撮ってくださったらいっぱい送っちゃおうかな。1日3枚でも年末までも、それはすごいわ。1時間に1枚、1時間に1枚とんでもない量。でもそう、何もかも初めてだから、どれを、何をどのくらいさ、するものなのか分からないから、それは先輩に聞きながらやっていってみよう。うんうん、今のうちに送るの義務して OK。 でも大体はこれにしようっていうやつは考えてる。カイリさんに聞くしか、確かにカイリさんもね、最近たくさんグラビアされてますもんね。何かインスタに投稿するみたいなこと言ってなかったっけ。言ってた。なんだ、あ、あれだ、周年の時に着た暗闇の衣装の後ろ姿。
今何分ですか？お、ありがとうございます。27分。ちなみにこの配信を始める数分前にもポストしたんですけど、それは見てくださりましたか？もしまだ見てなかったら、この配信が終わったらいいねとリポストとか、なんかリプとかいっぱいしてくれると嬉しいです。あ、そうそう、のれんの前の写真。ザ銭湯の写真ですね。いはちゃん、リプも全部見てるよ。リプも全部見てます。全部見てます。本当に みんな聞いてる。リプ見てるよ。リプもいつもありがとうね。見てます。はい、リプ見られてたんですか？リプ見てますね見るよ。ちゃんと書かないと。書いてほしい、書いてくださるならば。タグ付けももちろん、もちろん。リツイートとかも見る。あの、引用リツイートしてくださったら見てる。エゴサは知ってますエゴサは知ってますね。まあ、みんな自分の思うように思うように X を活用してください。ユーハはそれを思うように見に行くのでられてると思って勝手に喜んでます。エゴサできないようにタグ付けしてませんね見に行くよ、そしたらユーハが。タグ付けなくてもなんかね、あの、たまに出てくるから、そういう時見に行く。こっそりポストする。いつか見に行く。こっそり。ゆはちゃんは DD に怒ったりしますか？ゆはちゃんは DD にはあんまりなんかガツンとは来ないけど、心の中で怒ってる。一番怖いやつ。
な、なんだろう、怒りっていう感じはないんだけど、怒ってないよ、怒る感情はないけど、なんか、って感じ。そうね、寂しい、そう、怒りじゃなくて、でもね、ちょっとでも好きでいてくれるだけでいい、幸せだなって思うから、だからDD でも何でも構わない。まだ 3D ぐらいです。新しい、そっか、ちょっと怒られたい。そう、なんかね、この話するたんびにちょっと怒られたいっていう人出てくるけど、本当にさ、怒り方なんていうの、怒りの感情、怒りのセンサーない。だからなんていうの、危機察知能力とか多分ないんだよね。怒り慣れてない。そう、だから多分なんか怒らない、誰かを怒らなきゃいけないってなって、もし誰かのことを怒るとしたらめっちゃぎこちない怒りになると思う。そう、妹に新しい靴履かれた時しか、怒ってない。そうだね、弟にも怒んないよ。ああ、怒り顔っぽくある。確かに顔は怖いかもしれない。充電器がそろそろいらないかもしれない。そう、ちょっと待って。よし。そう、怒ってるように見られがち。なんでかっていうと眉間にシワが寄るから、すぐ集中するとこうなる。
最初のイメージ怖かった？ごめんね。ごめんね。こんな感じですよ。どこまでかわかんないからたまには言ってほしい。わかったよ。なんかわかんない、ユーハも言い方があんまりわかんないんだけど、伝えるときは伝えるな。45分までにするね。情報解禁された1日は大変でしたか？うん、なんかこんなにも初めて、こんなになんて言うんだろう、こんなに話題になることが初めてだったから、すごいなんか幸せな気分でした。こんばんは。そうね、ゆはちゃんの怒りはなんとなく悲しみに変換されて表面に現れてる印象。あー確かに、なんだろう、それはどういう、リップが折れたとか、例えばそれが怒りにならず悲しみになるってこと？それまた話が違うかな。プレイボーイ見ます、ありがとうございます。リップが折れたとかは違うか。いや、怒ってるうちに泣きそう。あ、それはあります。なんか多分自分の思ってることがを口にするのが苦手だから、それなんていうの、自分の正直な気持ちを伝えるとともに怒りと涙となんか悔しさと何か分かんない、なんか分からないんですよね。これを機にモバメの返信も増えますようにね。そう、今日ねグラビアをやりますって発表された瞬間からめっちゃたくさんメールの返信が来てて嬉しかった。なんか久しぶりにメールの返信たくさん来たということで、これからもいっぱいメールの返信待ってるよ。待ってるからね、送ってね。あ、そうそう、口にすると泣いちゃうから。そうなんです。こんばんは。みんな単細胞すぎる。そうね、人間ですからね。全部返信は届いてるよ、見てる、全部見てるし、いろいろ宣伝した方がいいね。そうだね、なんだろう、今宣伝することは、ね、なんだ、ビッグワンガールズさんも発売されます。いっぱいある。8周年グッズも出てます。20日の公演の申し込み今日までだ。20日の公演は春の生誕祭なんだけど、なんだだけど、そう、10人でね、そう、相撲も最後で、
寂しいけど、そう、そう、みんなで出る最後の公演なので、ぜひ見に来てください。寂しいね。でも春の生誕祭楽しみだよね。あとはあと21日の公演も昼だけなんだけど、昼公演が、昼公演の申し込みは始まってるのかな、わかんない。昼公演は出ます。そして来週の週刊プレイボーイさんで初グラビアをさせていただいたので、ぜひ1週間楽しみに待っていてください。ということで、このショールームもフォローしていただけると嬉しいし、 X と X と Instagram ですね、そちらもフォローしてくださると嬉しいです。全部北村優派です。そんな感じかな。時間だ。はい、そうですね、全部北村優派ですっていうすごい当たり前のこと言ったけど、でもそう、あった、なんだ、もしかしたらまだ初めて見てる方もいるかもしれないから、もう一回自己紹介して終わりにしよう。 NCT48 3期生の北村優派です。ぜひ覚えて寝てください。どうですか、覚えて寝てくださいは、うん、いいんじゃない。寝る前に覚えると記憶に残るって言うし。感情読むかな。ありがとうございます。よし、じゃあ壇上を読みます。13位文星さん、ありがとうございます。12位タムちゃんさん、ありがとうございます。11位早風さん、ありがとうございます。10位わたるちさん、ありがとうございます。変わっちゃった。9位えちごパワーさん、ありがとうございます。8位あつこさん、ありがとうございます。7位まっちんさん、ありがとうございます。6位 N さん、ありがとうございます。5位北村の定住水道橋博士さん、ありがとうございます。4位大関さん、ありがとうございます。3位お疲れさん、ありがとうございます。2位ギバさん、ありがとうございます。1位近藤和弘さん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございました。とりあえず22日を楽しみに人生頑張ります。お休み。そうだね、ゆうはも22日を楽しみに頑張ります。でもいっぱいその間にも楽しみなことはある。公演ね、またね。よしよし、寝るぞ。おやすみ、またね。